オリゲネス・オリゲネスは古代キリスト教最大の神学者。いわゆるギリシア教父と呼ばれる神学者群の一人で、アレクサンドリア学派といわれるグループの代表的存在。諸原理についてなど膨大な著作を表したが、死後異端の疑惑をかけられたため、多くの著作が処分された。キリスト教の教義学を初めて確立し、その後の西欧思想史に、 大きな影響を与えたと評される。オリゲネスの生涯はエウセビオスの教会誌に詳しい。アレクサンドリアの裕福なキリスト教徒の家庭で七人兄弟の長男として生まれたオリゲネスは幼い頃から父レオニデスについて聖書を学んだ。セプティミウス・セウェルステイのキリスト教徒迫害の最中に父が殉教。若かった。 オリゲネスも自ら殉教に加わろうとしたが、母親が衣服を隠して、外に出ることができないようにしたため、家に留まって殉教を免れた。一族の財産も没収されたが、オリゲネスの才能を惜しんだ、特殊化の援助を受けて、勉学を続けることができたため、アンモニオスサッカスという学者に指示して、ギリシア哲学を学んだ。エウセビオスは、 オリゲネスがアレクサンドリアに滞在していたクレメンスに学んだと記している。キリスト教が迫害されていたにもかかわらず、オリゲネスはアレクサンドリアにリダスカレイオンというキリスト教学校を開設して、そこで教えた。迫害が終わった後、同学校は主教の正式な認可を得て発展し、アレクサンドリア学派の拠点となった。しかし、オリゲネスの名声をよく思わない。 アレクサンドリアの主教、デメトリオスとの間でトラブルが起きたため、パレスティナへ移り、カイサリアで同じようなキリスト教学校を開設した。オリゲネスは、福音の精神を完全に生きようと自ら、虚勢していたという説もあるが、真相はわからない。249年、デキウスミカドによる、迫害の最中に捕らえられ、極に投じられ、過酷な拷問を受けた。 皇帝の死によって迫害が終わった後で解放されたが、獄中で体調を崩しており、間もなく亡くなった。オリゲネスの世界観や歴史観は、その死であるクレメンスとよく似ており、新プラトン主義の影響を強く受けたものであった。プラトンのティマイオスと旧約聖書の創世記の世界創造の記述を融合しようとし、創造とは神が無に、 自分の存在を分かち与えたことであると唱えた。諸原理についてが現存する代表的著作だが、そこでは神、世界、人間、人間の神への回帰などが論じられている。オリゲネスの思想の特徴として、聖書の記述を時期通りでなく、何らかの比喩として解釈する比喩的聖書解釈の手法が挙げられる。オリゲネスは膨大な著作を残したが、 死後300年経った553年に異端の宣告を受けたため著作の多くが失われた。オリゲネスが異端の疑惑を受けたのは以下のような理由からであった。人間の救いについてのすべてのものが完全に救われるという思想が人間の自由意志の問題と矛盾すると考えられたため、魂が先ありするという思想が人間は はじめから魂と肉体を持つという考え方と矛盾すると考えられたため、三位一体理解において父なる神が子なる神より役割的に上にあるという従属説的理解が問題とされたため、死後300年を経た6世紀にもなって異端宣告が出されたのは、オリゲネス本人に対するというよりは、彼の追随者を称する者への影響力を考慮したからと考えられる。 主要著作は、創文社、キリスト教古典創書及び教文館、キリスト教教府著作集に収録されている。ありがとうございます。